アル・ショルタスポーツクラブは、イラクのバグダードをホームタウンとする、サッカークラブ。アル・ショルタは1932年11月14日に、創設されたイラクで3番目に古いサッカークラブである。創設時のクラブ名は、モンターコブ・アル・ショルタ。1938年、タハ補正ミカップ優勝を果たし、クラブ史上初となるタイトルを獲得した。 1939年には、アルクーは、アルジャウイーアカップ、オリンピッククラブカップで優勝した。1962年、モンターコブアルショルタは、オリアットアルショルタに改勝した。1962年から1972年までの10年間に、イラクプレミアリーグの前身大会にあたるバグダードのクラブで構成された、リーグオブザインスティチューツで6回の優勝を果たした。 1971年、アジアクラブ選手権1971で決勝に進出したが、政治的な理由から、イスラエルのマッカビテルアビブ FC との対戦を拒否した。1974年、オリアット・アル・ショルタは2つの警察のサッカークラブと合併し、アル・ショルタスポーツクラブが創設された。1980年、1974年に、リーグ・オブ・ザ・インスティチューツが、 イラクプレミアリーグに変更されてからは、初となる、リーグ優勝を果たした。1982年、第1回目のアラブチャンピオンズリーグ決勝で、ネジメ SC に2戦、合計4から2で勝利し、初優勝を果たした。1983年、プレジデント、エースゴールドカップで優勝した後、クラブ名は、クワットエールエメンエールダクヒリーに解消されたが、 1984年に再びアル・ショルタに戻された。アル・ショルタはイラク FA カップ決勝に5回進出したがすべて優勝を逃した。1977から78シーズンと1996から97シーズンはアル・クーはアル・ジャウイヤ・クラブ、1995から96シーズンはアル・ザウラー SC。 2001から02シーズンと2002から03シーズンは、アルタラバに敗れた。1アルショルタは、マッカビテルアビブセを棄権した。2アルアハリマナーマが棄権したため、3チームで争われた。1アルショルタ、アルネジメ、アルアハリジッタの3チームが参加した。準決勝で、アルアハリとアルネジメが対戦し、勝利したアルネジメが決勝に進出した。ありがとうございます。